皆さんこんにちは、パーコブログのパーコです。2019年が始まってしまいましたけども、今年はなるべく動画を上げます。なんかもうちょっと自分らしいと言いますか、結構写真の世界でガチガチだったので、もうちょっとね自分をアピールしていこうと思います。2012年ぐらいからカメラを始めたんですよ。その頃は今よりもがっつり撮ってたんですね。ちっちゃなことでもすぐ出かけていって、雪でも雨でもっていうか、もう本当にそこら辺中のものを撮ってたんですよ。初めの頃は三脚の立て方もわからず、レンズごとこう前にこうつんのめて落っことしてしまったりですね、あのかなりこうドキッとした場面も多くて、もう撮り方全部忘れちゃうようなね感じでやってたんですよ。どうしたらこう落ち着いて心に余裕が持てるのかなと思って、大事なことっていうのをメモして持ち歩いてたんですね。持ってたものが、ついこの間出てきたので、それを紹介したいと思います。まだねこれ見てないんで、今から皆さんと一緒に見ていきたいと思います。書いてある順番に紹介していきます。夜景いきます。夜景来ましたね。いきなり夜景ですか。 ISO 80F8.0 近景 0.8 秒から3秒、遠景5秒から15秒、絞り優先あり。なんか変なのにこれ東京って書いてあるんですよ。東京15から30秒っていうことが書かれてます。多分これは私が思うに ISO 低めでシャッター速度を長めっていうところにすごいこだわりを持ってたじゃないですか。だって ISO 400でも800でも撮れるじゃないですか。まあまあまあ、その ISO って周りのその明るさとか自分の好みで変えるんですけど、 ISO は低くできるだけ触らないものとして頭の中に置いてたっていうか、また多分 ISO の意味を理解してなかったと思います。 ISO を上げると画質が荒くなるんだろうなぐらいは多分覚えてたんでしょうね。次、夕日。夕日 ISO100 から200 F8、絞り優先あり。太陽が直に当たってきてるので、これは ISO100 って十分じゃないですか。 F8 っていうのも基本的な、まあ、当たり障りのない被写体の伝え方にもよるんですけど、まあ、F8 が妥当であろうとこう自分の中で思い込んでたっていう。次、日没後。日没後、夕日と日没後って違うんや。なんでこんなこと書いたんだろう。夕日がまだある時と日没後、一般的に言われている日没後30分ですよ。多分その時間帯の撮り方だと思います。日没したからといってすぐに引き上げて帰るんじゃなくて、まあ、30分から1時間いるとマジックアワーっていうのかな、綺麗なあのグラデーションが見れるっていう、そういう時間帯があるんです。日没後 ISO200 F5.0 から5.6、なぜシャッタースピードが15秒って書いてあります。すごいですね、ここまで細かく指定されてるんですね、私の写真の撮り方って。毎回これで撮ってると疲れちゃいますよね。次、花火 ISO100、 これは分かります。 ISO100、F8.0 から F16、まあ、F11 で外れはないと思います。で、無限大あれですね、ピントです、ピントリング、シャッタースピード4秒から8秒、まあ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 、まあ、その間の中でね、あの花火がはまっていればね、花火によって違うじゃないですか、秒数が。スタンマインだったら 2,3 秒とか、錦鯉だったら8秒から10秒とか、いろいろあると思うんで、バルブ撮影ありって書いてあります。その花火の種類でどれぐらいにバルブ押せばいいか分かってくるので、そういう風にやっていけばあの面白いんじゃないかなと思います。はい、次いきます。滝、気抜いときましたね。 ND 使って1秒以上とあります。 ND4 とか ND8 を持ってればもう十分大丈夫。滝って意外と暗いところにあの潜んでますからね、そんな ND あのごっついやつを持ってなくても撮れると思うんで、1秒以上、はい、1秒以上流してください。絹糸は、滝って知ってました？4分の1でギリ流れますよね、綺麗にキヤって。あの手持ちで1/4、頑張れば手持ちで1/4いきますよ。力強さ、これは躍動感ですね。躍動感1000分の1秒以上の高速、人物ポートレートですね。これ
人物って書いてあるんで、アンブレラソフトボックス ISO125。 あ、距離にもよるんですよね。その離れたら多分 ISO 上がってくると思うし、近かったら ISO も低くなると思う。アンブレラの場合は多分光をいっぱい取り込んでくれるので ISO を下げたっていう理屈。これは距離、被写体までの距離で ISO も変えていくと思うんで、まあ、こればかりはちょっと分かんない、まあ、多分自撮りっていうか自分でいろいろあれやこれやってやってたんだと思います。次は、あ、まだあるんかい。ブライダルオートで任せますということですね。ブライダルって難しいっていうか、もう本当に一瞬一瞬を取らなきゃいけないので、チャンスを見逃せない、いろんな展開が出てくるので、それに合わせてもうオート任せってことです。要は自分のこだわった写真を撮ることよりもチャンスを逃さない撮り方っていうのが優先される。あれってカメラマンどうなるんですかね。ピーにするのかストロボ焚いて撮るのか撮影者次第ということで、アバウトに書いてありましたけど、以上が私が 5,6 年前に持ち歩いてたメモになります。今まあ何でも撮れるかって言ったらそうじゃないんですけど、撮らないと覚えないじゃないですか。撮ってるうちに体に入ってきてくれるので、まあ、いらなくっていうか、まあ、見なくなるんですけども、アクシデントとかね、例えばピクチャーモードの設定を違うようにやってしまったり、あとフィルターをつけっぱなしで撮ってしまったり、まあ、微妙に解像度変わるみたいなんで、終わってから気がつくって、終わってからじゃ遅いじゃないですか。なんでもうできるだけこう心にゆとりを持つとか余裕を持つ、パニックにならないように持ち歩いてました。今ですね、持ち歩いてるものっていうのはちょっと取りに行ってきます。はい、これエアーを持ち歩いてます。ハウスダストを遠くから吹きかけてヒャヒャヒャッとこうねどっかに飛ばします。これはもう皆さん持ってますよね。私はポッケに入れてます。使う時も使わない時もとりあえずポッケに入れてます。黒い画用紙、これも持ち歩いてますね。ホタル、花火は最近は使わないですけども、こういう多重露光、途中でこう光を遮るですかね、強い光を遮って、あんまり使わないですけどあるとすごく役に立ちます。方位地震です。星空を撮るときに役に立ちます。携帯とかのアプリにもね方位地震ありますよね。ということで方位地震持ってます。とりあえず名刺です。はい、名刺をねいただいたときなんかにこっちもじゃあこういうの撮ってますっていう感じで、名刺を差し出します。今現在持ち歩いてるものっていうのを紹介っていうかお話ししてみましたけど、どうなんですかね。大体皆さん持ってるものって同じなんですかね。撮る被写体によっても持ち物っていうのは変わってくると思います。旅動画って作っていきたかったんですけどちょっと間に合わなかったんで、まあ、近場でもスポットがありますのでそこに足を運んで動画も一緒に撮っていきます。ただ自分の写真をですね撮って紹介するだけだと多分つまらないと思うので、一つの被写体を絞ってそれいろんな視点で撮って、どう伝えたかった、何を伝えたかったのか、どういう気持ちで撮ったのか、動画をご覧の皆さんも視点があると思うので、そういった視点っていうのもコメントで交わして自分に取り入れて動画を作っていきたいと思います。皆さんぜひですねチャンネル登録していただいて見守っていただけたらと思います。はい、というわけで今日はとりあえずこれで終わります。本日もご視聴ありがとうございました。